美尻、グルートハム、太もも引き締め、腰、お尻、腰痛予防。なぜ鍛えるのか。筋肉の衰えは基礎代謝低下、体の疲れが残ることになります。腰痛防止、体を活性化させましょう。筋肉の研究です。脊柱起立筋、頭蓋骨から骨盤までの長い筋肉です。直筋、最長筋、独長筋です。加齢とともに筋肉が減少し腰痛を引き起こします。反曲筋、背筋を伸ばす筋肉。多裂筋、コルセット筋。大臀筋が弱ると座骨神経痛の原因となります。お尻を鍛えていきましょう。ハムストリングス、大腿二頭筋、半膜腰筋、半腱腰筋で成り立っています。大きな筋肉です。それではグルートハムチャレンジ。はい、腹筋を行った後は後ろね、背面のバックエクステンションも行っておきましょう。腰のトレーニングですね。ここでは一石二鳥のハムストリングまで鍛えれる腰、ハムストリング、一番大きな筋肉です。そこを行っていきたいと思います。一石三鳥です。グルートハムですね。バックエクステンション、ね、重りを持ちます。10キロでね、ぐーっと、ここまでバックエクステンションですね。バックエクステンション、ぐーっと収縮。そこからレッグカールを行うようにグッと。レッグカールは膝を曲げてハムストリングをカールします。グルートハムです。グッとゆーっと腰の筋肉グッとね、カール巻いていきます。ぎゅーふっとクッとハムストリングで巻いていきます。結構効いていきます。お尻からハムストリングね、クッと、もうこのここがねキュキューッと効いてきますね。ぐーっと腰の筋肉キュッと曲げてね、このお尻側の大きな筋肉を鍛えて、ぜひとも基礎代謝アップを進めてくださいね。はい、いいね登録お願いします。はい、ぜひともねチャレンジしてみてください。左右非対称の指の動きは脳を活性化させます。視床下部、はい、ありがとうございました。